はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、診断で実装されたゴールドプライドというテーマをね、ご紹介していこうかなというふうに思っております。ゴールドプライド、これ何をするかっていうね、あのデッキなんですけども、自分のライフの方が少ない時にいろいろいいことが起こるっていうテーマなんですよ。はい。で、メインデッキのね、モンスターが、自分の方のがライフが少ないと手札から特殊召喚できるっていう、共通効果を持ってまして、これ全部ね、そのライフが減ってれば、特殊召喚できちゃうんです。めちゃくちゃ簡単に盤面に用意できるってことですね。はい。で、そのモンスターたちが何をするかっていうと、相手のターンに例えば、リオンだったらシンクロ召喚、 GP モンスターのみを最大としてシンクロ召喚ができるとか、あと、こっちの、ローラボーラーだったら融合召喚ができるとか、これだったらトラップカードをサーチできるとかね、まあ、こういうね効果がありましてですね、非常にですね、妨害を簡単に用意しやすいテーマとなっています。はい。どういう妨害があるかっていうと、まずシンクロモンスター、ゴールドプライドスターリオン、これは自分が相手のメインフェーズに相手のモンスターを表側のやつを破壊できて、もともとの打点をアップできて、でライフが減ってれば自分の方が、破壊できるという効果になってますね。で、融合モンスター、これねめちゃくちゃ強いんだけど、融合召喚した場合、自分のライフが、相手より少ない場合はこれ無効化されないんだけど、この方が、その融合ストライドした勝つまで、相手のフィールド上の表側表示のモンスターを装備カード扱いで装備できますという効果ですね。だから、相手のやつパクれます、サクリファイスみたいな感じで。これがね、融合召喚した場合に使えるから、これ相手のターンで相手のモンスターパクるっていうね、動きできる。ちょっと対象を取らないということで、めちゃくちゃ強い。まあ、この辺が、まあ、妨害。で、サーチャーが一人いて、このランク3のチャリオとキャリー号。これ、エクシス作用を一つ取り除くと、GP 魔法カードを手札に加えるという効果がありましてですね。で、自分のライフが相手より少ないと、デッキから GP を墓地を送るという効果がありましてですね。これで、この、ベタラックっていうね、初動に使える。これは発動時の効果処理で、なんか炎舞天気みたいな感じだ。GP 持ってきて、で、その後、そのモンスターの攻撃のライフを失えるということで、まあ、失うのが結構大事なんですよね。GP って、要はこの辺のモンスター出したいからっていうだから。はい。というわけで、まず、ライフを減らせる、レベル3、ランク3、あたりと相性がいいデッキ。これね、まあ、パンクなんですね。あと、ちょっと、まあ、枠の都合で今回ちょっと入ってないんですけども、ベイゴマックスとか、あの辺とも相性が非常にいいと思います。で、パンクのギミック使うと何がいいかっていうと、まあ、そもそもコストでライフ払えるんで、ライフ払うことによって、もう、こいつらが手札から出てくる条件が、セアミン1体で整うということ。それから、展開が全部通った場合、マジでえげつない妨害数を用意できるってこと。セアミン1枚プラス、手札、コスト、まあ、要は、フォクシーチューンの、手札コストから、4妨害ぐらい。そのデンジャラスガブ、スタートエンジン、相手ターンのシンクロ、まあ、融合ワンチャンみたいな妨害が用意できて、めちゃくちゃ強いんですよ、セアミン初動が。なので、まあ、セアミンに触れるようにね、フォクシーチューンとか、オーガとか、緊急テレポート入ってますと。で、このデッキのね、まあ、弱点をお伝えしておくと、結構今、超獣武者が流行ってると思うんですけども、まあ、新しい段に登場したかったのはね、ジートでドロバがね、結構多分みんな飛んでると思うんですけど、これ辛いんですよね。はい。ジートれば辛くなっちゃうっていう、まあ、これが弱点です。はい。ちょっと準構築とかに寄せれば、まあ、ジードロバは、まあ、そこまで重くない。例えば、スタートエンジンセットが一応妨害になるとかさ、まあ、この辺で一応、なんか、お茶濁したりとか、まあ、できるかなとは思うんですけど、まあ、ちょっと、結局、ドロバはどこでも踏むし、ベターラックでも別に踏むし、まあ、ドロバー、セアミンはどうしてもどうやって踏むし、なんかもうしょうがねえかなと思って、まあ一応ただ全部の GP をメインデッキぶち込んで、まあ、巡航地区で回すとライフを減らす手段が基本的にはあんまないので、これしか。なので、ちょっと今回はパンクギミックを採用します。まあもちろんさっき言ったように、展開通ったらマジでいっちゃん強い盤面ができるから、うん。まあちょっと動かし方ご覧いただきましょう。はい、早速。デュエルスタンバイ、サイゲームス製ウマ娘ゲーミングやってみましょう。これあれ、サイゲームスとさ、コナミの紛争みたいなやつどうなったんだろうね。なんか それから続報があんまないんだけどさ、なんかそのサイゲームスのウマ娘がなんかパワープルパクってるみたいな話で、なんか紛争みたいな、紛争っていうか、なんていうの、裁判沙汰みたいになってたじゃないですか。あれどうなったんですかね、ちょっとわかんないんですけど、まあ一回フォクシーチューニング持ってきて、これね、
あ、なんもなさす、あ、なんかある、なんもないわ。 あのね、いやこれね、あれっすね、まあ一応これフォクシーチューンじゃない方がいいか。これ鳥獣武者流行るとね、結局そのあれなんだよな、ドロールと多分 G が結構流行っちゃうから、だからそうするとね、多分ね結構ねきついんだよね。 G 受けとかね、なんか割と G 受けとかドロール系が悪いデッキではあるんで、パンク入れちゃうと特になんだけど、これがね割とまあ問題点ではあるかなといったところですね。まあ一応ね、あのなければめちゃくちゃ強い盤面はできるんで。でこれはセアミンを爆発させて、まあ本当はねちょっとカープライジングがちょっと何、絡むと、シャラクサイが、まあ結構強い動きできるんですけど、ちょっとですね、なんか相手誘発ありそうなんですよね。これなんかさっきちょっと優先権映ってた気がするんですよね。うららとかなのかな、まあちょっとわかんないですけど、ちょっとカープライジング、まあでもあれかハッカーであるから、まあうららは今は大丈夫だったか。まあちょっと一応その誘発をなんかケアする動きみたいなのをちょっと意識しながら動かしていかないといけないかなっていうデッキであるんですよね。はい。で一回こうします。で効果発動します。トラップカード持ってきます。でこうやってねパンクの動きをしながらこう罠とか構えて、でさらにその GP の動きにつなげていくっていうね、これがね、あとライフ減らせるからパンクめちゃくちゃ強い、相性はめちゃくちゃいい。だパンクは入れとくな気がする、デッキの相性としてね。まあ、たださっき言ったように同時とドロール重くなるよみたいな、まあそのまあ、メリットとデメリット引き換えみたいなとこあるな。で、これであうららか、あー OKOKOK、 やっぱうららなんかねありそうなねチェーンしてたんだよね。まあでも墓引いてたんで、これドローがあるからね、これジャムストリームセッションのこれがめちゃくちゃ強いんで、まあちょっと墓引いてたから別にカープライジング行ってもよかったの。まあ、無限保養でも飛んでくる可能性もあるしな。まあちょっと怪しいですね。カープライジングでちなみに無限保養と言われると何も生まれないんで、何も生まれなくなっちゃうっていうねことがあるんで、誘発受け悪いんですよカープライジングって。でデッキからカードを墓地にもちろん送ります。でこれで蘇生したいキャプテンを、墓地送りましてですね、あとあれゴールドプライドね、なんかなんかリオンちゃんのね召喚ムービーマジでエロいからちょっと見てほしいな。まあ、出せるかちょっとわかんないけど、まあ、出していくわ積極的に。でリオン持ってくるっしょ、スターリオンちゃんのね、まあ、召喚ムービーがマジで激エロっていうね、もう完全にパンツ見えてるっていうね。でこうして、でリオンは、あ、じゃあリオンっていうか GP はライフが空いてる減ってると特殊召喚できますよっていう、まあ共通効果というか条件があって、でこうやってパンク の効果使うとありえない量ライフ減るから、もう今4700ですからね私。でこうやってねもうバンバン展開できるっていう、ね、これが強い非常に。スターリオンはちょっとあと相手のタイミングでいいから、まあ、バルカン出す可能性もあるしな。でセットセット、まあ、これでセット、まあ、エンド、まあ、一応だからこれあれですね、まあ、カープライジングから入ってるとも一番強いんだけど、まあ、ウサギとゾウジンもあるからね。これまあトラップ2枚が妨害になっていて、でスターリオンが出てくると、あれ これもドローも入るな。あー、まあまあまあいらないわ今は。で、まあ、スターリオンがあ、じゃあスターリオンじゃない、リオンが相手のターンにシンクロ召喚できるよっていう効果があって、で、GP で相手のカード破壊するって効果、あーリリーね、リリーね、リリーリリーか、まあ、デンジャラスガブ使う前にこれ一回スタートエンジンでいい気もするな。一回その効果で破壊してしまいましょう。スタートエンジンは相手がモンスターを召喚、特殊召喚にしたときに、そいつを爆破しながらデッキからモンスター出すっていう、何言ってんだお前みたいな効果しまして、なんか相手破壊しながらモンスター出すっていうね、超アドバンテージ稼げるカード、これマジ強いんすよね。これだからね G の止まりの方にもなるし、これ3積みまである正直。ああ破壊されないか、なるほど、破壊されない。まあ G 打ちます。はい。で増殖する G の効果通りますかというところで、墓穴ぶち込まれます。で墓穴を抹殺しますと。まだあったよね墓穴、俺もう1枚2枚入れさせたから。はい。でこうすることによって、増殖する G は絶対相手通さなければならないっていう話ね。はい。でこれであとは相手当たりがね、ちょっとね、ちょっと枠の都合でね
なんか、ボーラーくんをね、ちょっと2枚にしてるんですけど、ボーラーっていうなんかデッキから、まあ、出せる、まあ、3体相手に見せて、ちなみにスタートエンジンって、3体見せて、その中から相手が選んで1体特殊召喚するっていう効果なんだけど、だから要はデッキに3体残ってないといけないんですよ。GP が。ある程度 GP の枚数をデッキの中にこれね、これ、ローラーボーラーか。ローラーボーラーくんを出したい、できれば。うん、ローラーボーラーくんを出したい。これ当たりだから3分の2。3分の1で外れ。3分の2で当たり。これだから確定してて3積みしてんだけどね。3積みちょっと重いんだよね。さすがに。レベル5だしね。これ召喚できないから。通常ができないから。あ、OK。出た。危ない危ない。OK。これは強い。これはね、融合とシンクロがまだできるし、あとデンジャラスガムもあるんで、これかなり強いと思いますね。あ、まあまあまあ、ビュアリーリリーは、一回融合するか。これ融合して相手のモンスターパクっちゃうの結構あれだな。変身される前に。これかなりきついんじゃないかな、相手。で、ローラーボーラー君は相手のターンで融合するっていう効果があるんですけども、アクセル融合ですね。はい。ちょっと2枚でいいや。で、2枚で融合して、ローリングボーラー。で、これ融合召喚成功すると、素材にした数の、モンスターの分だけ相手の、モンスターパクれるっていう、パクって装備できるっていう効果あって、これめちゃくちゃ強いんですよね。こいつ相手のターンで出してきた時の、この圧倒的制圧力で、ゴールドプライドピンボーラーの効果と、あと、リオンの効果が残ってます。あのウサギマルシで、こことあ、これ1枚ずつ選ぶのかな。これ1枚ずつ、あ、そういう感じか、そういう感じか。1枚ずつ選んでこうやってなる。これ強くね、これマジで。この子がマジ強くね。やばいよな。これ、やってることおかしいよ、これ。まあ、サクリファイスかけるに、みたいな。相手のターンに。やばすぎ。マイフレンドいいだろう。これ、うさぎ当てよう。はい。うさぎはね、普通に、採用できる、テーマなんで。まあ、ジャムエクストリームセッション、間違えた。ドラゴンダイブで、サーチできるんで、うさぎは。だから、かなり相性はいいですね。うさぎとは。サイキックレベル3チューナー、サーチできるんでね。はい、さあ、で、マイフレンド爆破されて、相手の手札2枚と。まあ、相手の手札2枚はさすがに大丈夫だよ。もう何もできるんだろ、相手。さあ、どうする？まだある！いや、やるね！手数結構やっぱすごいな、ピュアリーって。まあ、ただ、もうまだデンジャラスガム持ってるし、あと、スターリオンのシンクロショックあるんで、めちゃくちゃ強いと。いう話でござすな。さあ、ここで、まあ多分リリーが出てきて、もリリーでめくんないともう無理じゃね、相手。これで、ああ、そうか、まあ、ピュアリリーがいるわ。ピュアリリーがいる。ピュアリリーはいいや。ピュアリリーは OK です。ピュアリリーは OK。で、対象取る。で、ここでデンジャラスカブで無効にする。やっぱパンクさ入れてると、こんだけ妨害力あるんですよ。めちゃくちゃ強いっすよね。こんだけ妨害できるデッキなかなか。しかもこれセアミ1枚初動からいってるんで、基本的に。で、しかもエクストリームセッションでドローできるじゃないですか。これマジで強い。うん。メインフェーズ終了前、1回も殴れないから、もうこれスルーして、でこれ戻ります。はい。これは相手の、効果使ってると、なんかそのエンドフェーズに戻っちゃうみたいな効果ですね、エクストラデッキに。で、なんかその、その対応してる格ゲーのモンスターを出すみたいな。オッケー。まあ、あとは、まあ、適当にぶん殴れば勝ちなんじゃないでしょうかって話なんですけど、シンクロ召喚していくか。打点足りてんのかな、これ。まあ、ちょっと一応、緊急テレポート打ちます。で、緊急テレポート効果使いまして、セアミン出します。で、セアミンサーチ入ればいいか。で、セアミン召喚します。で、シンクロ召喚は、まあ、スターリオンですね。こことここでスターリオン。行きましょう。見て、召喚ムービー。完全にパンツ見てんだよね。見た、今。完全なるパンツ丸見えね、これ。はい。まあ、ほんまかみたいな話だけど。はい。で、効果使って、相手のモンスター爆破して、で、打点上げると。バゴー強え。で、攻撃表示。9300。あ、いけるな、バトルフェイズ。OK。融合する必要さなと。スターリオンの召喚ムービー、マジで
作った人にちょっとボーナスアップの査定を出してほしいね。これマジでこの召喚ムービーだけでこのデッキ使う意味がある。んー、なるほど、オッケー。 G 弾けるもう十分、 G 弾ける十分です。まあ、ドロールをまあちょっときついか。まあでも言うてライフ減らせるから一応ピあのローラーボーラー出るしな、まあ、これは問題ない。あと GP で素引きは結構強い、やっぱ青くげ了解。 GP の素引きはやっぱね非常に強力で、なんでかっていうと手札から出せるからですね。単純にポン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 ってライフ減ってればね。だからまあとりあえずこうやってパンクもしドロールって打たれてもライフ減ってるからこの手札からボンボン出るっていう。で、セアミンちゃんの効果使いまして、おなんだ、あーそうそうそう、これ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 、こうやってさ、まあ普通にさ、まあこの湯浅を打たれるとまあまあきついんですよね普通に。けどこれライフ減ってるからコストで払ってるじゃないですか。だからこうやってなるでしょ。これゴールドプライドキャプテンキャリー号出して、キャプテンキャリー号キャリー号じゃねえや、キャプテン出して、でスタートエンジン持ってくる。で一旦ランク3しますか。チャリオットキャリー号出して、チャリオットチャリオット出して、シルバーチャリオット出して、で効果発動してオーバーレミット1つ使って、これGP の方がいいです。蘇生できるんで、後で。でデッキからカード墓地送る必要はねえか。特にないかな。まあ、ちょっとできればですね、上級モンスターとかも入れたかったんですけどね、ちょっと枠があまりにもないという話がありまして、はい。で、ベタラッキング発動。で、手札に加えます。で、リオンの効果発動します。これでライフも、これが一応初動になってるんですけどね、これちなみに。ベタラッキング。まあ、パンクの動きでライフ減らせるから、俺で2枚しか入れてないけど、まあ、3積みも、できればしたいカードですね。はい。で、ローラーボーラー爆発させて、でカード1枚セットして、まあエンドと。これ十分強いからね。これパンク1枚でライフ減らして、で手札にある GP 出していくっていう、これな、うん。でさらにキャリーがデッキから出てきてワンドローも入ると、おい素晴らしい。 OK、 オーガナンバー。さあ一応ですね、妨害としてはこの融合するシンクロする GP スタートエンジンか。はい。シムーン、なるほど。シムーンはこれスタートエンジンで爆破すればいいんじゃね。はい。で、黒い旋風で、シムーン召喚。で、旋風効果。え？なんで俺スタートエンジン出ないの？あ！やべえ！もう、あれかもしれん。デッキの中に GP が3体ねえの、これ。やべえ、ちょっと引きすぎたわ。いやいやいや、これ引きすぎたかもしんない。これ GP スタートエンジンって3枚デッキの中にないといけないんですよ、 GP モンスター。これちょっと待って、いや引きすぎたかもしれない、これやばい。ちょっと来週、ちょっと落ち着け。やべえ、3妨害かと思ったら2妨害だった、やばい。ちょっとやばいこと来た。まあそれはいい、まあ、それは破壊しよう。これマジでそうだね、3枚3体を相手に見せて発動だから、これ多分ね、GP 全部引いてんだね、俺ね。いや、決めえ、これ。で、まあ、それはいい。はい。もう、シンクロする説ある？いや、まあ、シンクロでしていきましょう。していきまして、スターリオン出しましょう、スターリオン。スターリオン爆弾させといて、もう破壊できる準備整えておくわ。いや、トリシューラもあったのか、そういえば。やべえ。トリシューラ、やべえ、ちょっと焦ってるわ。焦り散らかしている、やばい。これ、トリシューラもあるの忘れた。いや、まあ、さすがにスターリオンでしょ。はい。で、キャプテンとリオンで、シンクロ召喚、現れろ！完全にパンツ見ててさ。完全なるパン見え。さあ、これによって、相手が、黒羽置く。まあ、これは効果使わなくてもいい。黒羽置きますし、チューナーだし、チューナーをだからもう一生処ればいいんじゃない？一生涯。とにかくチューナー処理にちょっと全力かけるわ。はい。いいだろう。で、ゴールドプライドスターリオンの君の効果発動を、で、バーターを爆破して、打点上げて爆破する。ライフ自分の方が減ってるからね。おら、食らえ！よし！よし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 。さあ、チューナーがいねえな。どうする？シンクロ召喚できねえな。何？スズリ。
あ、スズリ、まあ、スズリはいいか、スズリはいい。ちなみにこれあの闇属性のみのアンヘル出てきてもパクれるんでね。光属性がこれさ、ちょっと待って、こいつってさ、どれだっけ、これってシンクロモンスターがいないといけないんでね。闇属性シンクロモンスター、 OK、 シンクロモンスターがいないといけないってことは、こうして多分もう今これ血抜く打てないから、ローラーボーラーで、ちょっと待ってください、これと、まあ、これで融合、ディサイドで、これでローラーボーラー出す。これ待って、トークンってパクれんの？ちなみに俺あんまりこれ分かってない。これトークンなんかパクれるわけないか。まあ一応でもまあまあチューナーは出てきたっちゃったけど、まあこれ多分これチューナーパクれれば終わりだろこれ。はい、で効果発動、一応発動してなんかいろいろケアして、はいはい、打点上げて、さあどうする、なんかあんだよなこれ、なんか一生チェーンしてんだよな、なんか優先権渡んだよな、何これ。はい、でキャプテンキャリーの効果で一応なんか1枚カードを除外するとなんか打点が、まあ、1枚というか3枚までか、除外すると打点が3つ上がるみたいな効果あるんですけど、まあこれはあのなんかいろいろとケアしてるだけなんで、あ、パクれるんだこれ、あ、そうなんだ、知らなかった、トークンってパクれんの、へえ、知らんかった、マジかよ。トークンって魔法トラップカード扱いにならねえから、なんかパクれねえかと思うんですけど、なんかなるのこれ、魔法トラップカード扱いに、知らんかった、へえ、やべ、今知りました、あざす、なんかあざす、はい最強、はい最強、トークンまでパクれんの知らなかったマジで、へえ、墓地から、はい、リオン出して、でリオン効果発動し、あ、リオン効果発動、はい、でリオン効果発動、対象ローラーボーラーで、はい、で効果発動、はい、でローラーボーラー、これでもうなんか何なら全員で投げたら勝ちまである。で、ベタラク効果、オッケー。はい。で、打点、あ、1000番、はい、オッケー。さあ、もうもはやシンクロストリームなんじゃないか疑惑ありますね。これね、打点並べたんで。まあ、一応召喚しますね、セアミンちゃん召喚。ちなみになんか、ライフ、なんかめちゃくちゃ減らされて、殴られて、なんか展開できなくて。で、開始のターンでパン起動 しようと思ったら、ライフで起動できなくて負けるっていう時一回ありましたんで。まあ、皆さん注意してください、はい、ライフの減らされすぎまたは減らしすぎには注意、パンクの起動ができなくなる。縦にする、縦にする、縦にする、打点は66、あ、足りてんな、バトルフェーズなんか何もする必要ないわ、はい、おい、うえうえ、対戦ありがとうございました。ふぅ、あぶねえ、ちょスタートエンジン使えないのマジで誤算だったわ。いやーなんもね、いやこれやっぱ後手ちょっとな、テクダイアンツの枚数そんなにないんですよね。なんだっけ、ウサギとドロールとゾウジリとウララは全部一応、あ、全部じゃねえな、まあ、3332ぐらいで入れてるんですけど、3332、まあ、11枚ぐらいですか。やっぱね、ちょっとね、結構ねデッキの枠圧迫するんだよね、バンクってめちゃくちゃ。しかもなんか今回ジャムエクストリームセッションとかデンジャラスガブとかのまで入ってるんで。で、何これ、知らないカードさ、スピードロイドじゃないのこれ、御用ディフェンダー、やばいやばい、ちょっとやばいことしようとしてる。御用 D かのいつものムーブ来たか、これイゾルデリナルド、御用ディフェンダーでアスカルデッティング発動、ああなるほど、でもドローはできないね、スモールワールド、おー、なんだこれは一体全体、ゴーケットワット、あ、なんだこいつ、レスキューフェレット、なんかえらい強引だな、お前。でもそんなことしなくてもゼンマイ使ったら一瞬だぞ、お前に。俺ゼンマイムーブを教えてやろうか、なんかえらい強引揃えてるけど、これ確定するぞそれ、あのレベル32体を並べればおそらく。え、サクリファイスロータス、え、ちょっと待って、なんかやばいことしようとしない、いや、なんかやばいことしようとしてるんだけど、これ絶対サクリファイスロータスとかロクラモンスターじゃないからな、なんかエンドフェイズなんか一生蘇ってくるみたいな効果あるんですけど、あの人、あ、Gランティス出てきた。Gランティス出てきました。なるほどね。で、これ、あれですか、一回、まあ、誰ですか、トリックスター・ブルーム。誰やねん。ヒオス、はい。ヒオス効果、
墓地から特殊が強いな。はい、なるほど。まあそいつの方が今無効になっていると。あ、まあ無効になっていると。うるさいなお前、黙れ、うるさいな、黙らし合い。でこれでブルームヒオスでトリックスタースイートデビル。いや、なんだっけこれ、なんか見たことあるぞこれ、なんだっけな。自分のメインフェーズ発動できる。ああ、それはジーランティスの方か。ジーランティス出てきた、ジーランティス出てきた。トリックスタースイートデビル、オークワンフ、サクリファイスロータスと。なるほど。で一体でサクリファイスアニマがリンク召喚される。はい、オークワンフ効果、アニマ爆破、エンドフェイズ、ロータス蘇る、ワンフ効果爆破、トリックスタースイートデビル君はリンク先のモンスターが戦闘効果が高される場合に破壊、200ダメージ。はっはー、死んだね。なるほどね。なんか、うわ、そういうことか。これなんかあれだよね、あ、そういうことか。あ、トポロジックボバーと一緒や、これ。なるほど。トポロジックボバードラゴンと一緒やぞ、これ。トポロジックのリンク先にさ、なんか、サクリファイスロータス、出すと爆破されるから、なんかスイートデビルの効果使って一生バーンするやつでしょ、これ。なるほどね。いや、理解したわ。理解したけど、お前構築甘いぞ。言っとくけど。お前これ絶対レベル3時代から結構な。ベイゴワックス一番勝負だわ、絶対それ。200ダメージずつだからタイムアウトするんじゃないか説を祈って待ってみたけど無理だったわ。やるやんけ。あ、ちょっと俺が添削してやろう。